ゆぶたけパーキングエリアは、大分県ゆふ市にある、大分自動車道のパーキングエリアである。バス停留所、スマートインターチェンジを併設している。ゆぶたけのふもとにある、塚原高原にある。ゆぶたけゆぶたけバスストップは、ゆぶたけパーキングエリアに併設された、バス停留所である。バス事業者間では、高速ゆぶたけという名称が使われており、一般的にはこの通称名で呼ばれている。 工術のスマートインターチェンジ設置工事のため、移設工事が行われたため、当面の間休止中となっているが、工術する豊の国号が休止したため、休止解除後に停車するバスはない。下り線から出口を眺める湯武けスマートインターチェンジは、湯武け PA 内に併設されている、スマートインターチェンジである。大分県道616号、塚原天馬線と接続する。 2016年11月27日共用開始。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。なお、ユフ院ニ・インターチェンジユブタケシック間は ETC 搭載車で長さ12メートル以下の車両のみ、切り通行止め中でも ETC 車のみ走行することができる場合がある。ユブバスストップに関するカテゴリー。 ゆぶだけスマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。